無宿人無下並びに無宿浪人陣お前さ嫌な顔すんなよ。やだ、お待たせしました。おせんだバーガー。何見てんだよおい、お前だよこれハイジ。あ、いらっしゃいませ。の50個でどうだ。え、取引だ。それでこいつらを片付ける。あ、わざとじゃ。うぜんだよ、どう落とし前つけんだよ。あの、助けて。騒ぐなよ、指だけじゃ済まなくなんぞ。まったく安い命だな。なんだ。てめえらの命の値段だ。二度とテントさんは拝めねえだろうよ。わかるよな。いいか、今親父のとこにはな、野牛の凄腕が三人もついてるんだ。あ、連れてこいや。指折り数えて待っててやるよ。一つ。だー！ひょっとして野牛の先生？いいんだ。私が切った。上等だ。逃げないのか。てめえこそ無理すんなよ。なんだおい、どうなってんだ。覚えてないのか。幸いここは拷問のデパートと呼ばれた場所だ。無限ってんだ、覚えとけ。無限。あ、釣るから。何でも。あ、本当だな。え、いやーせっ。あら、随分ひどい目に遭わされたもんね。まさか、確か面会がどうとか。つめい、はっ。あれ、げ、やば。待て。あいつ、てやべえ、こいつは素人さんには売れねえんだ。思いっきり背伸ばして死んでやるぜ。ここから出られると思うなよ。待ってくれ、金か。か、金ならいくらでも。だ、今度はおめえの番だぜ。ああ、うら、やったー。っこのねえ手がほざくんだよ。だからよ、一緒にやっつけに行こうぜ。お前をいじめたやつらをよ。嘘、これだけ。てめえ隠し持ってんじゃねえか。とりあえずなんか食べよう。おいしい。何この水。はあ、のんきな目やがった。お疲れさん。なかなか上出来だ。じゃあ。一気にでやることなんて、そういくつもあるわけじゃない。佐々木隆二郎。怖がるな。みんな俺の顔怖がる。見るな。化け物言われた。殺されそうだった。誰の差し金だ。手元が狂ってブスリと行く前に答えろよ。
野郎。痛ぶって殺すんだからよ。ほらほら、どうだ、苦しいか。だからな、てめえも死ねえ。もうやめて。では どうして私を守ってくれたの？ちっと気許しすぎなんじゃねえか。ひまわりの匂いのするお侍さんを見つけるまで喧嘩禁止令発令なんだからね。もうだからな。え、達者で暮らせ。ここでいいや。ああ お席なら他にも。てめえ待て。カニってやつなら食ってもいいぜ。ついてきな。さあ、あったあった。ハンダハンダハン。俺の勘はよく当たるんだ。いらっしゃい。何します？いや、頭上げてくれ。大五郎さん、確かにあんたとは古い付き合いだ。しまいますよ。親分、親分、親分。面白いやつだ。どうだ、俺と組まないか。金のある長富組の用心棒でもやるんだな。俺たちに立てつこうなんざ10年早いんだよ。こんでな、この三品が。お腹空いたな。兄貴、なんだ、血相変えて用心棒だと。生き残った方がこの組を守る。抜け。ありがとう、あんたのおかげで。あ、え、何何。あ、あ、いった。どうした、このバカ者が。お鈴さんは女郎屋に連れて行かれたよ。笑顔、河原一家に用心棒など必要ない。それじゃあやられっぱなしでいいのかよ。って雇うよ。ならん。長飛び一家なんてぶっ潰してやる。宗助、ならん。女なんか抱いてる暇ねえはずだぜ。一家でも仕掛けて町で怖がられりゃ客も来なくなる。誰かと思え。ここで何してる。どういうこと。あんたはもう刀を抜かなくていい。どこへ行く。俺といれば何だって思うままにできる。首を縦に振らなきゃいけねえ時だってあんだよ。くだらねえ。あんたたち、いつまでも気取ってんじゃねえぞ。こら、おめえらは女郎なんだぜ。なんだてめえ。てめえ、どの面下げて帰ってきやがった。散々好き勝手やりやがって。宗助、お前何してんのよ。あんた
切り合っちゃダメだって約束。親父、昨日のツケだ。ここは一つわしに任せてくれんか。これを宗助に。こことも、おさらばできるでしょ。へえ、じゃなくてあんたもやんの。離せ、この、あ、いていて、いて、あ、離せって。ストップ。あいつは、あの、逃げました。くだらねえ、まったく時代遅れの茶番劇だよ。用心棒、そのまま動くなよ。あんたは河原の人間だった俺を信用してなかった。これ親父の。お前に渡してほしい、そう言ってた。お世話になりました。よかったね、おすずちゃん。じゃあね。Няма начин да знаем нашето си момент.